こんにちは、カバノブアキです。今回は前回の動画に引き続きまして、この京都スポーツの殿堂、殿堂事業新エネ鎌本サッカー教室の動画第2弾です。今回は鎌本国重さんのインタビューをお届けをいたします。この教室の直前まで体調を崩されていたという中で、インタビューを受けていただきまして本当にありがとうございます。日本代表がワールドカップで結果を残したその後だったので、じっくりといいタイミングでいいお話が聞けたんじゃないかなと思います。ということでどうぞ。体調を崩されていたと先ほどお話しされていましたけれども、結構大変だったんですか？しばらく動けんかった、ね、病院の中で動けるんですよ。そこに出てなあかんって。あのワールドカップはあんまりですか？見ましたよ、日本試合は。そうですか、うん、日本代表日本試合以外はあんまりやってないでしょ。インターネットでは放送されてましたけれども、日本代表はベスト16進みましたけれども、どのようにご覧になりましたか？そうですね、それはドイツとスペインに勝ったっていう、ね、すごいことだったと思いますけどね。監督の采配にあるみたいに光ったけど、よく言ってたんだけどね、柳の下に旅行が一匹釣れたって。抜き目は釣れなかった。3匹目はタイが釣れたって、そうなんて言ってたんだけど、よくやったと思います。まさに鎌本さんが教えを得たドイツのサッカーをご覧になってどうでしたか？いや、だからドイツのサッカーっていうのは非常に基礎がきちっとしたね。今はドイツのサッカーのクラブは強いけど、ハランドさんはいないよね。まさになんか鎌本さんのようなストライカーがいなかったなっていう気がしましたけど、ドイツに。それはやっぱりこれからの鎌本のサッカーっていうのはやっぱりストライカーが、そしてもそのボールを回してどうこうしようというのは日本もそれなりにできるけど、結局最終的なエリアに入った時に個人が何ができるかという、その辺はやっぱりその世界的なレベルのベスト4へ行くチームの中でそういう選手がいますよね。そうですね、確かにそこの違いが結構この大会見えましたよね。一生懸命やってるんだけどね。最近やっぱりああいうセンターフォワードのような選手が世界的に見直されている気がするんですけれども、うん、それはそうだと思います、やっぱりね、今は非常に守備が硬いからね、なかなかね、点が取れない、だからどうしてもなんていうのかな、カウンターの勝負になりますからね、そこのところで、センターフォワードの力っていうのは見直されるんじゃないかなと思いますね。日本代表でこれから期待できるようなストライカーなどいらっしゃいますか？そう、これからこういう世代の人から育っていかなきゃね、常に目標を持って勝利志向っていうかね、そういう意識を持ってやるってことが大事だと思いますね。日本代表のサッカーとしては最近このサッカーでいいのかみたいな議論もありましたけれども、どういうサッカーを目指していくといいなと思いますか？いや、それは今のままでいいんじゃないか。あ、そうですか、はい、ただそういうタレントを育てなきゃいかん。あ、やっぱりサッカーのやり方よりはもうタレント、やり方をそのまま、それが全部は全部今のままじゃね、だから見直さなあかんところは見直さなあかんと、それはやっぱり点取り屋をどう育てていくか、個人の力をどう発揮できるかっていうことを、そういう選手が必要だと。すいません、ありがとうございます、はい、本当体調が悪い時に申し訳ないです。ちょっと、はい、ということで鎌本国重さんのインタビューをお届けいたしました。この京都スポーツの殿堂、殿堂事業は次回開催は未定となっておりますが、また改めて決まったら京都市から何らかのアナウンスがあると思いますので、ぜひそちらの方チェックしてください。よろしくお願いいたします。鎌本さんの話やっぱり深いですね。ということでまた次回の動画でお会いをいたしましょう。カゴノブアキでした。バイバイ。